皆さん野球楽しんでますか？鴨ネギックス監督のシュウです。今日はですね、ちょうど12月1日で、毎日投稿を始めて1年経つんで、ちょっとガイアグラブをまとめてというか、第1回ガイアグラブまとめて一気に5つ紹介したいと思います。まあこうやって分けてるのは、だいたいこの3つが同じぐらいの大きさで、ちょっと大きめでこの2つっていう感じです。では1つずついきましょう。まずはですね、このスミレスポーツさんのガイアグラムですね。ウェブはひもウェブというか、すごく開閉がしやすい、だけどちょっと不安感がある、先っぽとかで行くと、特にゴロ保険とかにちょっと当たったかどうか分かんないようなウェブではあるんですけど、すごい開くし柔らかく使えるので、すごく能力の高いグラブだとは思いますけども、指股があって、結構この辺りのポケットを広く使えます。ポケットも深くお椀のようになってて、大きさ自体はそんなに大きいガイアグラブではないんですけど、とても安心感のある、先っぽ行かなければ安心感のあるグラブになってます。続いてクボタスラッガーさんの、これは KSN23SE なんですけど、小指日本掛けに途中から変えてもらったので、ちょっと補給面が浮いてはいるんですけど、まあしっかりメインで使ってる深いポケットは綺麗になってます。エッジ機能のついてるこの網網のウェブで、これは湯もみ片付けされているので、今の自分とは違ってこういう風に指先も開いてるんですけど、先の方までしっかり力が伝わるような形になってます。まあ、逆閉じで開きやすいし、しっかり閉じれる深いポケットっていうような、クボタスラッガーさんの湯もみを最大限に生かしたグラブになってます。続いて畠山さんの、何だったかな、 BS9RB 畠山さんの外野手用グラブ、これは、そんなに大きくないので、この辺の指先の紐とかも普通の、背面紐通しとか何も関係なくなってるんですけど、坂口選手モデルということで、この年のやつはワイドヒンジになってて、かなり横幅の広いグラブになってます。この補給面のこのウェブ下のあたりまですごく手が、補給面が広くなってて、すごい手のひらが広いような、ボールが当たるのが分かるような感じになってます。でウェブのこの間も広くて、結構紐も分厚いのが、硬いのが入ってるので、まだまだ、片付け途中みたいな感じなんですけど、このウェブのスペースが広く取られてます。それでこの補給面も広いので、かなりゴロの時にしっかりボールをどこへ取ったか分かるような感触のグラブになってます。でこういった背面紐落としとかもないので、かなり内野手用グラブに近いような、自分感覚で、自分としてはワイドヒンジですしね、そういうような感じの外野手グラブです。続いてこれは畠山さんの 081V、軟式の定番品なんですけど、これは逆にポケットの補給面の革が狭めで、ウェブがすごく縦長、まあそれに乗じて指も長めの、先ほどのとはそういう風な違いがあります。これは小指2本掛け仕様にもともとなっているので、小指掛けを引っ張ると小指袋の中で2本に分けて、入れれるような、指入れができるようなモデルになってます。本当にこれは紐も黒でがっちり硬くて、まあもちろん柔らかくはなってるんですけど、この指が長いのを生かして深いポケットで取るんですけども、結構指が長め、補給面が狭めで指が長めなので、まだまだ慣れてなくて結構ポケットが浅くなってるんですけど、なのでしっかりとこの辺りをきつめにして、指先までしっかり力が入るようにして
がっちり掴めるような感じで、これはまだまだ片付け途中なんで、もっとこの黒い紐とかも馴染んできてから進化を発揮してくれるかなと思います。今回最後に紹介するのはこの磯野さんのグラブなんですけど、これはですね、紐を無理やり股を切って2本に分けて指を入れれるようになってるんですけども、こういう形で、これはの紐をかなり締めていて、まあ、自分で型をつけたのでかなり奥深くニッポケットができるようにしています。まあ、見た感じはあんま伝わらないですけど、指先を思いっきり締めてあるので、こういう風に奥行き、それでキャッチボールをしていったので奥行きのあるポケットができました。まあ、補給面はそんなに普通の感じで、狭すぎずという感じなんですけど、網が結構もう柔らかくなってきてるんで、しっかり奥で取って、このウェブの柔らかいウェブで勢いを吸収してというような感じで、まあ、指も長いには長いんですけど、最近もっと大きな外足グラブを結構見るので、そんなに大きすぎずという感じなのかなと思います。まあ、背面紐通しもあって、柔らかくなってもしっかり馴染んでも補強されてるようになってるんで、これから、このグラブはもうだいぶ慣れてきたんで、しっかり外野で使っていきたいと思います。こんな感じで外足グラブ5つ紹介しましたが、これからもグラブ紹介を定期的に続けていきたいと思います。本日の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。